ジェスジェスのリーダー金沢智子です。よろしくお願いします。今回はハカリンピックということで、私は日頃からよくいろいろ測るタイプで、そうですね、まあ体重測ったりとか、ウエスト測ったりとか結構しがち。じゃじゃん、5番。さあということで、私が引いたのはテンポを測リンピック。ほうほう。まあ多分大丈夫でしょう。はい、問題の方どうぞ。早いね。え、さっきの100なんでしょ。全然わかりません。じゃあ190 125。倍じゃないのよ全然。だだだだだ、ポン、1番です。やっていきますよ、ハカリンピックかかってこいや。ということで、重さをハカリンピックやっていきたいと思います。そうですね、これにしましょう。じゃじゃん、 200g。 もういいや、勘でいってこ。多分元だな。え、結構じゃないですかこれ。そんなことない。小豆を 200g さ、こんな測ったことある人いるのかな。はい、じゃんじゃん、はい、どんどん入れすぎ入れすぎ入れすぎ、もっともっと。でもなんかこれだけ、あ、やばい、用意されてるってことはかなりの量。全然わかんないわ、ちっともわからないので、どんどん入れてみたいと思います。はいはいはい、入れすぎな感じはしますが、もういいや、ストップ。ということで結果を見ていきたいと思います。 200g、当てられてるかな。いきます、ダダン。うわ、 264g。 くじ引いていきますよ。じゃじゃじゃん、3番。長さを測リンピック。じゃじゃん、あ、引けなかった。もう一回、じゃじゃん、54cm。 これで30でしょ。結構54ってあと24cm 足さなきゃいけない。まあいいや、もうこういうのはノリと勢いが大事だと思う。差しすぎたかな。まあいいや、どうなんだろう、これ差しすぎ、こんぐらい、もっと浅い方がいいか、こんぐらいにしてみよう。よし、ということで引っ掛けて、はい、もっとだな、多分もうちょっと必要かもしれない。こうしてみよう、こうなってこうかな。よいしょ、もう足りないかもしれない。もっと思い切ってみます。ちょっと、わかんないけど、もういいや、これで長いかも、だいぶ。まあいいや、私が思う 54cm はこちらの長さになりました。はい、 56.5cm。 おお、ちょっと惜しかったじゃないですか、これは。皆さんとのね、これランキング結果が楽しみで仕方ありません。以上、金沢智子でした。ありがとうございました。ハカリンピック、アンジュルムの川村彩乃です。ハカリンピック、イエイ。はい、私は測るといえば、よくランニングをするので、その走ってる時にこう何キロ走ったとか分かるようにして走ってるので、だいたいこうこれぐらいで1キロかな、これぐらいで2キロかなとか、はそういう測りはよくしてます。だから測れると思います。頑張ります。じゃん、1。はい、難しい、 123g。 難しい。 OK。 おー、めっちゃいい音、やば。ASMR じゃないですか、やばい。おお、いい音、いっぱい入れたくなっちゃう。ダメだな、これぐらいかな。じゃあ、あと3粒。はい、これで 123g です。ね、ぜえ、嘘だ。え、合ってます？ 21g しか入ってないんですけど。
した多分。これ 100？ もうアンジュルムの DVD マガジンでよく出てくる音楽じゃないですか。なんか何してたっけ。やばい、シーン。さっき100よりかは早い。あ、分かった。123にしときます。123、123合ってる。あ、惜しい。よかった、惜しい。138、惜しい。結構いい感じじゃないですか。いきます。これぐらい。400ですもんね。あ、もうちょっとや。うん、400、絶対400。多いかな。いや、もうちょっと飲む。はい、おいしい。じゃあ、いきます。お、いいんじゃないですか。うわー、けど絶対おー410ぐらいですかね、これ。けどすごくないですか。すごいすごいすごい。はい、いや、いい血管だったじゃないですか、多分。だって、いや、1位じゃないですか。皆さん、応援してくれてありがとうございました。川村彩乃でした。はかりんピック、椿ファクトリーの岸本恵美乃です。まあね、私はその生まれた時からはかりの天才児と呼ばれて育ってきた身なので、まあ本当にはかってはかってなんぼの世界で生きてきましたので、誰にも負けることなくはかりんピック1位になることを期待しててください。でん2、この引く作業もね、何回やってるんだって話ですけどね、私からしたら。15秒ですから、初級の初級よ、これ初級中の初級。よーい、スタート。椿ファクトリーの岸本恵美乃です。好きな食べ物は豚キムチ、餃子、唐揚げです。よく豚キムチと餃子と唐揚げを作っているので、得意な料理も必然的に豚キムチ、餃子、唐揚げです。どうだ。まあね、第一第二はダメでしたけど、最後のためにぴったりっていうのは残しておいたので、いきましょう。64センチ。30でしょ、ってことは半、これでこれが20ぐらいだとして、ってことはここの距離を1010に、いや55にすればいいから、ここだここだ。え、なんでうち30作ろうとしてるの。今めっちゃ30作ろうとしてた。やばいやばいやばい。30でしょ、 OK。あ、ここだここだここだ、オッケー、ここだ。64、ここだわ。いきます、これです。ここ、ここね、ここからこの線でしょ。ええ、これ64じゃない。ちょっと見てください、 64.5。 え、このこれまで。最悪なんだけどね。思わせぶりはほんと罪。いやー、惜しかったですね。まあまだ修行が足りなかったということなんですが、応援たくさんありがとうございました。では次は全宇宙ハカリンピックでお会いしましょう。バイビー、ハカリンピック。